スーパーに行ってきまして、また唐突に餃子が食べたくなってしまったシリーズ、イエーイ。前回もね、餃子の動画を出したと思うんですけども、全く同じ理由で唐突に餃子が食べたくなってしまって、餃子を作ろうというねコーナーですけども、もうね今回動画見返したので余裕です。そして本日もフットサル終わりでしてね、非常に疲れております。そして非常に腹が減っております。何も食ってませんので、もうとにかく早く着く、早く食いたいという、そういう状況です。まずみじん切りのキャベツの、もう慣れて油断した時は一応オープンのこう一番ね、ダメだよ。前回も雑だったからね、雑でもいいんだよ、美味しいから餃子は。おお超怖い、すげえ公園の芝生の匂いする。鶏ガラスープの香りがすごい、あとごま油、これやっぱこの段階でね味見をするわけにはいかないっていうのが一番のネックでね。うえい、完成です。いや完成じゃないけど、とりあえずあんはできました。いやーれった、もう空腹がピークだぜ。これを包んでいくぞ。やってしまった、ここへ来てやってしまった。ニンニクを入れるのを忘れている、くそ、一回手洗ったのに。人が溢れた交差、ビニール袋でもうやればいいんだよ。てか最初からビニール袋でやるよ、ほっとんじゃねって思った。あの全然感覚が違うんだな、ビニール袋でやるのと素手でやるのと。なんか混ぜれてる気がしねえ。あー結局入ってくるっていう、結局入ってくるっていう、結局入ってくるっていうね。輪ゴムで縛るんだね、餃子皮。シュイン、おっしゃ。もうこれね、これなんですよ、取りすぎちゃいけないんですよ。あんを、あんはそんなに入らない、これ得た教訓です。あんはそんなに入らない、こんぐらい、こんぐらいです。いやもうちょい入る、こんぐらい。ほら、あーほら、お前は低め、あー出てきた。ほら完璧じゃない、見て、ほん一発目からもう経験者は違うよね、やっぱり。ほらこれはちょっと多いな、あー絶対多いけど、これは包み込んでいく。あ多くなかった実は。ほら、あやっぱやばー、もう完璧なんだよ、出来上がったわ二発目にして。これは絶対多いけど、そんなの関係、繊細なタッチ、繊細なタッチ、繊細な、ちょっと押し込んで、あー出てきた、出てきてしまいました、これは出てきてしまった。包み終わったぜー、皮も全部使ったぜーで余るあん、これはもうこれだけで焼くかスープにするか。いいよいいよ、うまくない、これうまくない、これここなんでこういう風になってんだろうね。よし、これをちょっと今からね風呂入るんでね、風呂入った後に焼いて食っていきたいと思います。ああ
ここに肉を置いて、よし。蒸す。おっしゃ、蒸し上がってきたっぽいから。オープン。よし。うわ、これは負けれるな。餃子、あたたた、餃子だぜ。いいね。いいね、餃子たんで。そして。もうほぼビールを飲み切ってしまっている。焼いてる間に一本飲んじゃえよ。ごま油だ。ごま油を入れれば何でもうまい。回し入れる。回し物。で強火。で強火。ファイヤー。あ、いいねー、ごま油の香りだね。おい、いい感じだ。焼けてきてるんですよ。乗っけるぞ。え、うん、よし、ひっくり返すぞ。どんどん食べていきたいと思います。お腹空いた。いただきます。今日はご飯もあるよ。おっしゃ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 、やば。いただきます。お腹空いた。ビール飲み終わっちゃったかな。続きまして紹興酒。ああ、紹興酒だ。ちゃんと紹興酒はほぼほぼバーミヤンでしか飲んだことはないから、バーミヤンの飲み方はロック。おお、紹興酒だ。バーミヤンの紹興酒だ。うまい。キムチも買ったんだ。あん、いい。いただきます。うん、腹減ってた。これね、紹興酒ロックもうまいんだけど、紹興酒ハイボールってのがありまして、まあ俗に言うバーミヤンハイボールってやつなんですけど、バーミヤンはこれで炭酸水を割ってくれるんですよ。飲みやすい。おっしゃ、餃子パーティーだ。これ一人餃子パーティー。10時半ですからね。10時半、真夜中の餃子パーティーですよ、これなのは。最高だよ。一人餃子パーティー。
じゃねえな、なんだこれ。YouTube は。お店に行くというのさ、餃子を出されたところで引くでしょ、俺に。いいんだけどさ、確かにそれは最初の 1,2 回はお店レベルのおーすげえ何これってのが出てきてもさ、いいのかもわかんないけどさ、そのうちさ、うわ全部毎回すげえやってなるじゃん、引くじゃん。いいんだよ、その不格好でいいんだよ。ハイボールうめえな。日々器用に生きる人ないんですよ。食えりゃいいんだから、美味しく食べれりゃいいんだから。見た目とかどうでもいい。すっと飲めちゃう。ということで、餃子うめえ、最高だ。腹減った時の餃子のパワー、やばい。ご視聴いただきありがとうございました。